ようこそお越しくださいました改めまして、えー、午後の紅茶発売35周年ブランドアンバサダーの深田恭子さんですよろしくお願いします深田恭子です本日はよろしくお願いいたしますはい。えー、今回いちごおごごてぃということでご紹介をしていきたいと思うんですけれども、はい、深田さんもちろんいちごはお好きですかはい私冷蔵庫にいつもいちごは常備してあります大好きですどんな風に召し上がるのがお好きなんですか 切り方は半分に切って、ちょっと斜めにずらして。置いたりとか。あとはちょっと蜂蜜をかけたりとか。はい。深田さんのお隣のモニターにああ。<laughs> くまモン。お久しぶりです。あ、お久しぶりですということは、深田さんくまモンには面識はおありですか?。あ。あのー、数年前に。 一緒にお仕事したことがあってすごく癒されました今日もお隣にリモートですが出演してくれてますのでくまモンの癒しを得て、はい、楽しんでください深田さんのためにくまモンが熊本からゆうべにをですね深田さんのために送ってきてくれましたなのでくまモンの前でいちご好きの深田さんにゆうべにを召し上がっていただきたいと思います。 味わっていくうちに一つのいちごの中でちょっと味変があるっていうかすごく甘みがあってそしてさっぱりしていて美味しいですえ最後にですね深田さんからこの発表会をご覧の皆さんにメッセージをフリップに、えー、書いてきていただけました、はい、それを発表していただければと思いますくまモンも楽しみにしてますかこれから 皆さんにメッセージをいただきたいと思います。くまモンも楽しみにしています。さあ、どんなコメントがいただけるんでしょうか。発表の方お願いします。はい。では、いきます。はい、お願いします。いちごごごくティーで。熊本を応援するんだもん。ね、くまモン。ちょっとくまモンにかけて。あの、くまモン語で。 ありがとうございます。すごく可愛い,いメッセージいただきました。熊本も大喜びです。メッセージを最後に一言いただきたいと思います。はい、えー。私もあの熊本の支援について、えー、一緒に、微力ではありますが、応援していきたいと思いますので、皆様もぜひよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。